中鍋の中に、卵の黄身が6つ入ってます。卵の黄身6つにお砂糖がグラニュー糖が4分の3カップ。これが半分なので、これが4分の1カップ。これで4分の3カップ。で、最初にこうやって混ぜて、とりあえず混ぜてから、普通のミルク。で、かき混ぜながら流し込みます。で、ここで火をつけて、火は中火ぐらいですね。中火で一旦これが沸騰するまでいきます。はい、そろそろちょっとドロッとしてきました。沸騰し始めたと思ったら火をちょっとだけ弱くして、それから1分ずっとこうやってかき回せながら煮ます。はい、じゃあ1分経ったので火を切って、これで粗熱をちょっと取ります。次は生クリームをホイップします。生クリームが1カップと4分の1、とバニラエッセンスを小さじ1杯。小さじは、この蓋が小さじ1杯なので、これで測ります。はい、じゃあ、ホイップクリームが泡立ったので、こんな感じですね。で、これから合わせていきます。これはこっち置いておいて、よいしょ。粗熱だけ取ったら、しっかり密封して冷蔵庫で1時間冷やします。で、これにマスカポーネチーズを混ぜます。マスカポーネチーズは1ポンド。これがね、8オンスなので、8オンスは2分の1ポンドですから、これを2個入れます。で、このマスカポーネをここに入れて、これですね、マスカポーネ。混ぜます。これにね、こうやって混ぜます。いよいよ最後の、アッセンブルの時が来ました。で、レイリーフィンガーっていう、これですね。これがレイリーフィンガーっていう、何でしょうね、クッキーじゃないけど、すごく柔らかいクッキーのようで、クッキーじゃない。普通これアメリカだと、お菓子みたいに見えますが、お菓子売り場じゃなくて、ベーカリーで大抵売ってるんですね。お菓子売り場にはあんまり売ってない。レディーフィンガーっていうのがちょっとくっついてますが、
こんな風になってるので、これを分けます。レディーフィンガーをどうするかというと、コーヒーとこれさっき、入れて冷やしておいた分です。でコーヒーは濃いめに入れてください。でこれを2分の1カップ入れて、ラム、私お酒飲まないので、もったいないから一番安いもうラム買ってもティラミスにしか使わないので一番安いの買ってきました。でラムは、大さじ2杯です。盛り付けるお皿を出していって、最初にレディーフィンガーをこのさっきのラムとコーヒー入れたやつを混ぜて、こうやってとりあえず浸します。で並べていきます。で1段目が終わったら、この黄身のやつですね、マスカポーンチーズと黄身のやつを半分にして、まず半分だけこうやって入れます。次がこのホイップクリームですね、をまたこれも半分だけ入れます。でこれをもう一回繰り返します。はい、そしてもうほとんど出来上がりですが、ちょっと表面を平らにして、で最後にこれはココアパウダー、ココアパウダーを、私はバンホーテンのが好きなので、バンホーテンのココアパウダーを振ります。はい、これで出来上がりです。ティラミスで、これを冷蔵庫です。私はもうこのこれをきれいにラップして、今晩、一晩置いて明日食べます。イエーイ。